ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。先日2022年12月19日に、第48期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定2番勝負、藤井聡太竜王 VS 佐藤天彦九段の第1局が行われたわね。藤井竜王は敗者復活組から勝ち上がっての対局だったな。振り駒で先手となった藤井竜王が後手佐藤九段に79手で勝ったわね。藤井竜王はあと1勝すると渡辺明棋王への挑戦権獲得となるな。注目の第2局は27日に予定されているわね。ところで渡辺明棋王というと、第14回朝日杯オープン戦の本戦トーナメント準決勝で当時2冠だった藤井竜王との対局が話題になったことがあったな。朝日杯というとトーナメント方式で前戦を行い、持ち時間は40分。使い切った後は1定1分未満で指すという早指しの一般棋戦だったわね。その時の準決勝は、AI が示した勝率 1% をひっくり返した藤井竜王が勝利し、続く決勝も三浦弘行九段をやはり勝率 2% の状態から逆転し、2年ぶり3回目の優勝を飾ったな。その逆転ってどういう逆転の仕方だったのか、興味があるわ。それじゃ今日は藤井聡太竜王の歴史的大逆転と称し、その準決勝の方の対局、渡辺棋王 VS 藤井竜王を振り返ってみたいと思うぜ。名局として知られている対局だけに楽しみだわ。今回取り上げるのは、2021年2月11日、東京は有楽町朝日ホールにおいて行われた朝日杯準決勝の1局だ。朝日杯は早指し戦だけあって、同じ日に準決勝と決勝の2局が行われ、それぞれ午前10時と午後2時スタートだったな。まずは午前の部として4名の棋士がそれぞれ準決勝を争ったんだ。準決勝は結果から言うと、藤井竜王と三浦九段が勝って決勝で対決することとなったな。今日はちょっと趣向を凝らして実況中継のような雰囲気で対局を見ていこうと思うんだ。解説が魔理沙、聞き手は霊夢、段位称号は当時のものを使うことにするぜ。それじゃ、提供は闇の四間飛車ゆっくり解説でお送りします。面白かったらチャンネル登録もよろしくね。前編は、1手目から始まります。お手元にインターネットの寄付再生画面を別に開いて聞いていただくとわかりやすいかもしれません。さて2021年も明けて約一月、2月11日午前10時、朝日杯オープン戦準決勝の1局、先手は渡辺明名人後手藤井聡太二冠は今始まったばかりです。先手は渡辺名人、2六歩と飛車先の歩をついて出ます。後手藤井二冠、8四歩と突き返し相掛かりを思わせる幕開けとなりました。続けて先手、歩を進めて2五歩、後手も同じく8五歩、歩が綺麗に5段目に並び合いました。次は左金を上がっていってやはり相掛かりのようですね。そうですね、定石通りに先に角頭を守って守りよし、の一択ですね。もしここで先に2四歩と歩交換について勇み足を踏むと大きな落とし穴がありますよね。直後に後手から歩交換を仕掛けられた時に角の頭に歩を打たれてしまうという。はい、当然プロ棋士は間違えないでしょう。先手、7八金、続いて後手も3二金と上がって互角の構え、それに対して先手渡辺名人は3八銀と銀は真上に上がります。同じく後手藤井二冠も7二銀と真上に上がってバランスを整えていきます。おっと、ここで意外、渡辺名人1六歩と端攻めの方をついていきました。これはどういう意図なんでしょうか。手順としてちょっと珍しいと思いますが、おそらく普通の展開と変えていくことで相手の予想を裏切って自分のペースに持っていくという作戦なのでしょうね。また、なるべく早いうちから攻めの拠点を準備して後の展開に備えておこうという狙いなのかもしれません。後々のために手順の順番を入れ替えたということでしょうか。そういうことだと思います。先に攻めの形が盤上に現れるだけでも相手に与える効果が違いますし、できるだけ多角的に攻めを展開していこうという姿勢なのでしょう。なるほど。あ、藤井二冠はここで放置せず1四歩と前に進めてしっかり迎え撃ってその気概を見せていきます。先手続いて6八玉と玉が動きました。右の線上から距離を取って左寄りに構える様子です。一旦攻めの手が止まったことで後手はここでバランスを取って9四歩と逆の端の歩を前に進めました。この辺は呼吸を合わせて間合いを取っていくということでしょうね。そうですね。あまり不均衡な形に互いの駒組みの方向性が分離していくと、それだけ激しいぶつかり合いになることが予想されます。それは避けてできるだけ想定の範囲で戦おうということでしょうか？はい、不用意に研究の範囲から外れないようにして万全の策を取ってチャンスを狙っているという状況でしょう。お互いにそれだけ負けられない対局だということなんでしょうね。午後の決勝がかかっていますし、お互い棋界のトッププロですから。あ、先手は渡辺名人、ここで7六歩と角道を開けていきました。後手藤井二冠、すかさず待機していた8筋の歩をついて8六歩、突き返す以外に手がない交換交渉を迫ります。
先手、同歩で答えてそこへ同飛で後手の飛車が飛び込んでくる。後手早速の先手角へのアタックチャンス。さあ、渡辺名人はどう受けるか？ここで先手が8、7札として傷を埋めて返すとそこから横歩取りの展開もありますが、中継や棋譜を見ていてプロは歩を打たないで先に進めることが多いですよね。そうですね。あ、今実際渡辺名人は3、6歩と突いて銀の前を開けていきました。角取られそうでも放棄するのか、なんか考えがあるんでしょうね。すごいですね。はい、そこで後手番ですが、何かの気配を察知したか、玉を前に動いて5、2翼と自陣の構えを取り直しました。さて先手、それに構わず先ほど銀先を開けた拠点に桂馬を跳ねさせ3、7桂と前に出ていく気概を隠さない。なんだか激戦になりそうな予感がしてきましたが、中央を狙っているんですね、渡辺名人は。はい、先手ということで先に駒組みができる分の得を生かして、今だやや手薄な後手正面に狙いをつけて動いていったのではないかと思います。後手はそれを読んで先に玉が動いていたわけですね。なるほど、先をちゃんと読んでいるのがプロ棋士の凄さなんですね。さて、後手は飛車を横に動いて横歩取りを仕掛けた。先手からの問いに今保有していた答えを返しました。こうしてこの時点で局面は右側の先手の攻めと左側の後手の攻めの構図に二分された様子です。先手の端攻めと後手の飛車攻めで、両者の攻めのバランスが拮抗しているわけですね。そうですね、ここからの展開が気になるところであります。おっと、ここで先手から端攻めの歩がさらに突かれました。一五歩として盤上右側からの攻めの再開です。これに後手は同歩と応酬。先手は意表をついてすぐ横の2、4歩を突く。これまた保有していた歩を活用した形。立て続けに歩を歩にぶつけていく積極的な動きを渡辺名人は惜しみなく見せていきます。ここで後手は同歩と受けて相手の出方を待ちますが、先手はなんと矛先を盤上左に転じての8、2歩だ。これは後手、停滞。後手は横歩取りで作った隙を突かれてしまいましたね。実に冷静に局面を把握し相手の痛いところをついていく渡辺名人の余裕が感じられる一手です。相手の飛車を浮かせながら、自陣では飛車を未だ動いていない。この辺り嵐の前の静けさのようなものを感じますね。はい、しかしまだまだ序盤ですからこのくらいで驚いてはなりません。あ、ご覧ください。後手は飛車を8筋に戻しました。飛車が戻りましたか？一手損ですよね？はい、それを尻目に先手の方は8、1歩なりと桂馬を捕獲に成功。すかさず後手はもちろんの同飛の手で返してこれ以上の侵入を許さない。後手の藤井二冠、先手陣の左手にある角金の前の歩の壁を丸裸に剥がし取って自陣の飛車のいい位置に帰ってきた形です。手駒は先手が桂一、後手が歩を、とバランスが回るので、まずまずの互角でしょうね。あたかも飛車を飛ばして月面宙返りを見せて地球に無事帰還したといったところでしょうか。そうですね。さあ、こうしてお膳立てが揃ったところでおもむろに先手の飛車が前に走りました。2、4飛として歩を取った形です。後手は角を守って歩の合駒を打って2、3歩とし自陣を固めます。先手は飛車を後ろに一歩引いて2、5飛、1筋の後手の歩の横に並びました。後手はその方1、6歩とついて飛車の利き筋から逃れ出た。これは取り合い合戦になると数で負け、飛車にそのまま空っぽの1筋への侵入を許してしまうがゆえの苦肉の策でしょう。この辺り最初に端攻めを仕掛けておいたのがうまく効いてますね。そうですね。満を持しての前準備部分の活用で主導権を握って局面を動かし始めている渡辺名人。果たして作戦は功を奏したか。ここで先手、同香と手を進めた。あ、これは後手が同香と取り返しても、飛車に1筋に入ってこられますね。はい、後手の同香の返しを見て取った先手、飛車を悠々と1、5、1と進めて、先手の飛車と後手香車は背中合わせの形になった。香車には後がない。しかも飛車の前は空っぽの1筋が見えるだけ、2筋に詰め込まれた形になっている角と桂馬はほぼ身動きが取れなくて苦しげです。いやー、これは見事に先手が優勢をつかみましたね。後手はここで1筋に駒を打って進んでこられるとかなりのピンチではないですか？そうですね。あ、それでもというかやはり希代の天才藤井二冠。このままでは引きません。先ほど取った強者での8に強？ならばこれではどうか、と先手の丸裸の角を咎めていった。一筋はそのままにしておいて自陣に有利な8筋の攻めに矛先を切り替えたんですね。これは逆に渡辺名人にとってはやや嬉しくない一手を刺されてしまった感がありますね。うまく切り返された先手渡辺名人、中合いの歩で8、6歩と打って応じますが後手藤井二冠は続いて同香とし、先手の8筋での出方を待ちます。先手は角に厳しい手を受け続けていますね。はい、あ、ここで先手が指して1、6飛、金銀にしっかり守られた角はあえてそのままにして後手の香をまずは処理した模様です。後手もあえて攻めを急がず1、3歩と補充して、1筋に開けられていた壁の穴を手堅く埋めました。
こうして飛車に迫られた危機を解消していきます。角が差し出されていても自陣の修復を優先するんですね。もちろん先に角を取るという手もあります。ですが、この場合先手はそうしなくても大丈夫でしょう。というのも角が香車を逃げていっても次の手で一番奥に残った桂馬を取れるわけですから。ああ、なるほど。そういったことから先手は自分からは不用意に動けない格好ですから、それを見越しての後手の作戦でありましょう。へえ、高度な将棋ですね。続いて41手目、先手は三五歩と桂先の歩を突いて歩で塞がれていた飛車道を向こうの後手香車に届くように開きます。さあいよいよ8筋の後手の香車を片付けにかかろうとする先手渡辺名人のアタックチャンス。後手藤井二冠はむしろ桂馬を警戒、自陣で4に銀と上がって前方への守りを手堅く固める。そこへすかさず先手は飛車で香車を睨みつけながらもすぐには取らないで、その背後に8五歩とする。これは後の展開への布石をしておいて数手をかけて香取りに繋いでいく構えか。打たれた歩に同飛車とした後手、これは先手にとっては予定通りの運びか。7七桂と左の桂馬を跳ねさせ金の盾を飛び越えて前に踊り出た。今前に出てきたばかりの後手の飛車を矛先に捉えていく。後手はさっと引いて8一飛とし再度の地球帰還を見せるが、今度は歩一枚を手土産に持たされて追い返されたやや残念な形だ。そこに間髪入れずに先手の追い打ちの8五香の応酬が来る。盤上ほぼ中央にお互いの香が背中合わせに綺麗に並んだ形になりましたね。うん、それぞれの香がお互いの大駒を狙い合っている。これは面白い形ですね。ここから後手はどうするんでしょうか？おっと、後手は8八香成と角を取っていった。飛車はただ捨てに出たか。手番が返って先手は渡辺名人。ここでもちろん8一香成として飛車取りの返礼を怠らない。結果は角と飛車の交換になりましたね。はい、お互い飛車2枚、角2枚の同種の大駒を2枚ずつ持っての対決という形になりました。これまで容赦ない攻めの姿勢を見せてきて勢いのある渡辺名人に2枚も飛車を持たせたのはかなりの賭けですね。おっしゃる通り、この局面に来て鬼に金棒を与えてしまった感のある藤井二冠であります。しかしマリサさん、藤井二冠も機械切っての角の使い手だということを忘れてはいけませんよ。先手も桃太郎にきび団子を与えてしまったことになるのではないでしょうか？確かに、いわば両者が好きな駒と公言しているその大駒をダブルでいたことになりました。また都内名局となりそうなこの朝日杯準決勝の対局に、さらなる名局へのお膳立てがすっかり整ったというところでしょうか。さて、先手陣に食い込んだ後手の案、手番が回ってすぐ隣の筋にある金銀の財宝からよりどり緑で好きな方を選べます。あ、ここで後手、7九案と金の下に潜り込むようにして銀を取っていきました。続いて先手は同金と払う。後手に手番が返って、自陣に食い込んでいた案を8一銀と払い返して、これでお互いに8筋への侵入を帳消しにして解消したところで、先手の手番です。あっと、待ち構えていたかのようにここで先手は右の桂馬を跳ねる。4五桂として満を持して玉狙いの中段へと踊り出た。うわ、後手にとってこれは厳しいでしょう。後手は角が動けず正面前方に何らの対策もできないで、陣地盤上正面から右側にかけては駒が詰まった牢状のような形。仕方なく後手は5四銀と歩の壁の前に打って出て、先手の桂馬の目指す5三の拠点の前に立ち塞がりながら桂馬の鼻先から直に迎え撃つようだ。そこに先手は6五桂としてもう1枚桂馬を並べて2枚にして狙いをつけた5三の拠点を挟み撃ちだ。今撃った桂馬はさらにもう1段左下に桂馬がいることから2段に紐付けされているという強力な一手。いやー、これは圧巻の図です。銀はどちらを取っても壁攻めに対して防ぐことができませんね。そうですね、ここでちょっと両者の手駒を確認しておきましょう。先手の駒台には香車1飛車1が乗って機動力のある駒が揃っています。一方、先手のダブル桂馬プラスアルファの攻めを迎え撃たんとする今の後手の駒台には、歩5香車1桂馬1角1と駒割りの利く駒にやや不足している嫌いがあります。後手は先手の問いにどう答えるか。あ、銀は盤上右へ降りていきました。4五銀として右の桂馬を取り、左の桂馬を残しました。やはり左を取っても下から桂馬が跳ねて上がって振り出しに戻るから、右へ行くしかなかったんでしょうね。はい、ここで渡辺名人は残った桂馬をどうしていくかが問題でしょう。あ、名人の桂馬が動きましたよ。左へ跳ねました。先手渡辺名人、桂馬で7三桂歩成とし、銀金両取りの一手です。ああ、これも停滞ですね。ただでさえ後手陣は盤上左側の守りが薄いのに。はい、そこで藤井二冠は7一金として金を銀の方に寄せていく。渡辺名人8一桂成と差し出された銀をもらっていき、藤井二冠はそれを同金と裁く。こうして後手の金は8筋まで連れて行かれた形となって孤立状態です。さらには5二の後手玉の右手にはそばに守りの駒が1枚もなくなって丸裸とされ、非常に心もとない様子です。お互いに7、8筋は歩の壁が消えましたね。きっ
っとここで渡辺名人は香を打つんじゃないですか。確かに、渡辺名人61手目は手薄の8筋に孤立した金を狙った鋭い8九香の一手。こうなると藤井二冠はその金を守って8二歩の合駒としておくしかなかったようだ。その受けを見届けた先手は即座に同香なりと槍を震わせて突っ込んだ。後手は同金と払うが前に出されて浮かされた形となったか。ああ、やばいですね。ちょっと怖いですね。これは先手にとって狙い通りだったでしょう。すかさずの7一飛が刺され、浮いた金の四角をついていく厳しい一手。ここでついに先手秘蔵の鬼の金棒が後手陣に食い込んだ。先手にはこの後一段目での飛車を利かせた王手金取りの4一銀がありますね。はい、後手はもちろん気づいている。冷静に5一香として防ぎひとまずの王戦に出る。おっと、ここで先手は渡辺名人、盤上右側に2四歩と刺しました。これは見せる、身動きできない角の詰まった盤上右側の後手陣に容赦のない壁攻めの絶妙手。うおあ、失礼、あまりの妙手についうなってしまいました。大丈夫ですよ、視聴者もきっと興奮しているところでしょうからかえってリアクションが響いたんではないでしょうか。さあ、藤井二冠のここからの受けに注目です。あっと、3四歩と角道を開けていきました。ここではこの手でも同歩の手でも、先での先手の銀打がほぼ決まっているところです。後手藤井二冠は同歩では展開が悪いと見たか。確かに、同歩とした後に空いた隙間に歩を打たれて角を狙われて、角を逃がしてさらに奥の方に追い詰められるのは避けたいですよね。その角道を開けてもらったばかりの角に先手が2、3歩なりと迫る。後手には同金と受けるしか手がない。金が動いて空いた拠点に先手の銀打ちで3、2銀とした。前に動いた金は背後の四角から狙われる格好で苦しそう。おっと、ご覧ください。ここで後手藤井二冠、たった今開いた角道の上に乗せていくように五角の重ね打ちだ。あたかも鉄道好きの藤井二冠がレールの上に電車を乗せて発車準備往来、としたかのようなこの一手ですけど、ここぞという時についに後手も秘蔵のきび団子を使ってきましたね。はい、これは元々の自陣からの角の利きに中央からさらなるもう一つの対角線のラインを増強して攻守両面に備える布石となったようです。あるいは、あたかも平安京を東西南北に走る十字の道を迫り来る鬼の軍勢に対し、都を守る陰陽師が斜め十字の式神の布陣を敷いていったかのよう。確かに、いやー、私にはこんな手は見えませんでしたよ。すごいと思います。先手は渡辺名人ここで刺しました。今後手が打った角の利きで守られたばかりの8-2の金に狙いをつける容赦のない8-3歩で決して引かない怒涛の攻め。ここで後手が同金と動くと飛車に7-2から王手をかけられ竜を作られてしまうためにこの金は動けません。これでは後手苦しいでしょう。おっと、ここで後手は角が前に走ったぞ。7-7角なりと強気の攻めの一手、6-8に構える先手玉に王手をかけていきました。当然この馬は角道の上に乗っている馬ですから、先手の飛車が真上から効いていても捨てるのでない限り取りに行けませんね。これは自陣で受けた金縛りに対して相手陣に金縛りで返した、ということですか？そうでしょう。見事な返し手となり、両者の凄まじい攻めの応酬となっている本局であります。ここで残念なお知らせです。お別れの時間が来てしまいました。この続きは後編でお送りします。いいところだったのに。申し訳ないけど、ぜひ後編を楽しみにしていてほしいぜ。しょうがないわね。それじゃ後編でまたお会いしましょう。以上で今回のお話の前編はおしまいです。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますね。また見に来てくださいね。